こんにちは、車谷聖奈です。今日はですね、テレサとしてなんか大事な部分忘れてたなじゃないけど、伝えてなかったな、伝えられてなかったなっていうことで、今日僕一人で動画撮ってるんですけれども、まあそもそもなんでテレサっていうブランドができて、どういった思いでできて、そしてシャントリーボディってどんな商品なの、どういう思いで作ったの、どういう過程で作ったのみたいなところをちゃんと皆さんにお伝えしたいなと思ってます。これを撮ろうと思ったのが、今ね結構こういろんなたくさんの方に実際使っていただいてて、リピートもしていただいている中で、やっぱりそのご購入いただいている方の声とかも日々届くようになってきて、それはいい声もあれば、まあ本当少ないんですけど、あまり良くない声もいただいて、そこに対して本当に真摯に向き合ってお答えしたりとか、いただいている感謝をちゃんとお伝えするっていうのが必要だなと思って動画を回させていただいてます。もしかしたら他の番組からねここに来てくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、まずこのシャントリーボディっていうのはただのアイデア商品じゃないんですよ。でノンタイトルっていう番組期間中もなかなかそれをちゃんとお伝えすることできてなかったなと思いますし、その後ローンチしてからも本当は一番最初に伝えなきゃいけないのに、なんか商品の側の部分しか僕ら伝えてなかったなと思って、例えばシャントリーボディってこれこれこういいんですよとか、時短できますよとかっていうのはいろんなところでたくさん言ってきたと思うんですけど、もっとなんか大事な、なんでこの商品が生まれて、なんでみんなに使ってもらいたいのかっていうところを説明できてなかったことに対してすごく反省をしているので伝えたいんです。まあ遡ること、まあ僕が14歳の時なんですけど、本当にねこれその、まあ、ちょっと臭い話だったり気持ち悪い話って思われるかもしれないんだけど、なんかまあちょっと一旦落ち着いて聞いてほしいなと思うんですが、コメント欄でアンチとかしないでね。僕14歳の時って結構自分なんか人生の転機だったんですよ。いろんなことに触れていろんな価値観が変わったっていうのが14歳で、今のまあ、自分が大きく形成されたのが14歳だなと思ってるんですね。僕結構地元の友達とか、幼なじみから言われるのが、本当今ね僕のこと嫌いな人も多いと思うんですけど、小学生の時からこの喋り方というかこういう思考だったねってすごい言われるんですよ。それこそノンタイトルを見た友達とかからすごく連絡来る内容で多いのが、本当変わんないねっていう、小学校からねそういう連絡をねもらうぐらい、まあ僕は小学生である程度こういう嫌なやつでちょっと尖ってるかもしれないし、狂気的に何かを達成しようとしてる人間だったのかなと思いつつも、それがさらに固まったのが14歳なんですよ。で何がそんなにその14歳で僕としてなんかまあなんていうのかな、ある程度人格形成されたのかっていうと、すっごいしょうもないんですけど、まあビリギャルみたいな話なんですよね。まあ、いわゆるテストの成績が本当ビリの方から一気に上に上がりましたと、もう上って言ってもトップ3位以内にそこからずっと入るぐらい上がりましたっていうのが14歳だったんですよ。この時にね、今まで本当ビリで、でたまたまなんかちょっと勉強してみようかなと思ってやったらすごくできたんですよね。この時に、まあ、きっかけはこれくらいしょうもないんですけど、思ったのが、あれなんか今まで14年間おろそかにしてたこといっぱいあって、それを全部やってたら僕ってなんかスーパーサイヤ人になれるんじゃねみたいなところから、いろんなことに対してちゃんと努力できるようになったんですよ。だからきっかけはテスト勉強をちょっとしたらすごくできて、今までもし勉強をちゃんとやってたら僕ってどれだけ天才、あれアインシュタインになってたんじゃないかっていうような後悔がとてつもなく大きくて、これちょっと今話すとネタっぽいし後付けっぽく聞こえるかもしれないんですけど、その時は本当にもう今でも覚えてるんですけど、14歳の夏、もうどれくらいだと何日間も寝ないぐらい、もう睡眠を惜しむぐらいノートにも全部今までできなかったことを書き出したりとか、なんでこれしてなかったんだろうって書き出したりとかっていう作業をするぐらい僕は悩んだし苦しんだのがその時なんですよ。で結論出したんです。それが人間っていうのは3つの要素で大きく評価されるんだなっていうこと。1つは人間性、車谷がまだ勉強中のものですね。で2つ目が知識、知能、そして3つ目がルックス。この3つで結局人って判断されてるよねって、まあ当たり前のようだけど当たり前じゃない、みんなちゃんとこの3つ磨いてますかっていうことだと思うんですよ。人間性、人格っていうのはやっぱ年を取るごとにある種磨くことってできるんですよ。80歳90歳100歳でも、だからその時からの後悔そこまで大きくなく、まあ未だに試行錯誤しつつ、まあ器が大きくいろんな人を守れるような人間になりたいなと、ただ攻撃してくる人にはとことん行くぞというような車谷なんですが、大事なのが知識と
ルックスで、知識も90歳100歳まではある程度衰えず蓄積はできる、貯めることはできると思ってるんですね。なのでただ今までその一番大事な14歳までの時期って何でも物事を素早く吸収できるのにその時間を無駄にしたっていうことに対してすごく後悔あったので、そこからめちゃくちゃ勉強しました。それはただの勉学だけじゃなく、もういろんなものを吸収しようとして頑張ってきたつもりです。で、あとルックスですね。僕の一つの側面である美容っていうところかもしれないんですが、これに関しては残念なことにもう時すでに遅し、14歳遅かったです、気づくのが。やっぱり18歳ぐらいまでに受けた紫外線で20歳以降の傾斜って決まってくると思うんですよ。追い方の傾斜が決まってくると思っていて、とかそうなんですよ。だから皆さんも今30代40代50代見てくださってると思うんですが、60代もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱもう時すでに遅しな部分あります。がしかし気づいたその日からやったらその老化を遅めることは間違いなくできると思ってるんですよ。なんならまあ今の医学を使えばある程度さらにもう若返ることもできるとは思うんですが、でもどうしてもやっぱ18歳までに受けた紫外線っていうのはその数年後からすごい勢いで僕らに牙を剥くっていうことに、まあ、14歳の時に勉強して気づいて、そっからエイジングとの戦いですよね。で、そんなになんか僕神経障害ってほど見た目にとらわれてる人間ではないんですけど、やっぱ見た目より中身が大事だよねって僕は綺麗事だと思ってるんですよ。大事ですよ当然、だけどどっちも大事じゃねっていうのがやっぱ結論だと思ってるんで、太っててよかったとかブサイクでよかったって思うことってなかなかないじゃないですか。まあキャラ勝ちすることあるかもしれないんですけど、まあ一般的にはなかなかないと思うんですよ。やっぱ多くの人が芸能人みたいになりたいっていう、なれるならなりたいぐらいに思ってる可能性はあると僕は思ってるので、まあそこにね、まあ最低限近づくような努力は今して、老いに対して抗ってある程度綺麗で、それは気持ち悪いではなく清潔感の一部として捉えてもらえるように頑張ろう。そうすればビジネスもうまくいくだろうし、今後いろんなその人との付き合いとかでも、それは別に恋愛とか関係なくね、相手に害を不快を与えないような外見で入って、中身も成熟していて知識もあって素晴らしい人間になりたいなっていうのが14歳の時に固まった目標なんですよ。なんかまあ14歳でいろんなきっかけがありました、時間に対するその後悔がとてつもなくありますとか、そういう自分、僕のルーツを知った上で今回のシャントリーボディをね見ていただきたいんですけれども、やっぱ大事なのって時間なんですよ。そして僕のもう一つの側面の見た目ルックスなんですよ。この2つを叶えるのがもうズバリシャントリーボディだと僕は思ってます。やっぱ僕ね、結構ずっと駆け足で生きてきてる人生で、どれだけ時間を捻出してどれだけ時間を節約してとか、いろんな時間に対するアプローチをしてきても足りないんですよ。24時間だと本当に足りなくて、で僕と同じように思ってる人いると思うんですよ。もっと時間あればなって心の奥底から思ってる人、そういった人にシャントリーボディを使ってほしいんです。きっと分かる人には分かってもらえると思うんですけど、これだけ時間を凝縮したり時間に対してのプライオリティを高く持ってる人種というか人間とか、それくらい意識で生きてるっていう人は5分10分って超重要なんですよ。もちろん僕だって5分10分なんか怠けたりするとかありますよ。ネットフリックス見るとかありますよ。それはそれとしてやっぱ僕の人生の一部だと思ってるんですけど、いらない5分10分で何か大きなことができるって経験ありません？皆さんも。それが一つシャワー時間なんですよ。でシャワーとかお風呂入るってさっき言った見た目の清潔感で言ったら超重要じゃないですか。超重要でもそれがめんどくさくなるんですよ。僕ぐらい正直人よりも美意識があって全部をちゃんとやろうと思ってんのに、それでもめんどくさいんですよ。お風呂入るのがもったいないと思っちゃうし、寝たいって思っちゃうんですよ。そこでもともとこういうものがあったらいいなっていうのは構想にありつつ、ノンタイトルでみんなで一緒にこれを作ろうってなったんですが、これを作るのも一筋縄ではいかなかったんです。やっぱ他のメンバー3人も時間に対してはすごい、まあなんかもっと時間あったらいいなってぐらい活発に動いてる人間ではありつつも、あのノンタイトルって自分でやりたいことってそれぞれ自己実現したい目標っていうのは全く違う人が集まるじゃないですか。これ当たり前か、もう人それぞれなんですが、それでしかもこれだけ個性がある人間が集まるとやっぱりみんなでやりたいものって違うんですよ。個性がぶつかるんですよ。でここがノンタイトルでは描けてないし、まあ描くことは難しい部分だとは思うんですけど、まあ、水事業をやりたい、サウナ事業をやりたい、アメニティ事業をやりたい、旅行事業をやりたい、ペット事業をやりたいとか、みんなもそうだと思うんですけど、アイデアって無数に生まれるし無数に持ってるわけじゃないですか、頭の中どこかに。それが
みんなでわーってアウトプットした時もうぶつかってぶつかって仕方ないんですよ。そしてプラス実現可能性っていうのも出てくるし、やりたいやりたくない、好き嫌い、市場的価値はあるのか市場性はあるのかないのかっていうのがみんなの価値観主観で全然違かったりして、これ生まれるまで本当に紆余曲折あったんですよ。でも最後決まったのが、やっぱり僕らここの番組に出ていて一番重要なのはやっぱり時間に対する大切さだよねっていう、ここに対する思いは結局一番一致したし強かったっていうのが、僕ら今みんながまとまって一つのなんか共有できてる価値観なんですよね。時間、僕らが特別な人間ではなく、当然にね、皆さん特別大事にしてるものだと思ってるんですよ。でもこの5分10分をどう浮かせようとかっていうのにそこまで思考してないんじゃないかなと、考え巡らせない、言語化できてないんじゃないかなと。だから僕らは、いや5分10分浮くと本読めたりしませんとか、清潔感も一緒に担保できませんっていう、この概念を、新概念をたくさんの人に知っていただいて、ほんの少しですよ、そんな僕らも大義名分なんか綺麗事を言うつもりはなく、ほんの少しでいいから皆さんの生活豊かになってもらいたいなっていうの真剣に思ったからできたのがこれなんですよ。結構言われるのが、シャントリーボディってノンタイトル期間中の、まあ、後半ババババババってできたから、もともともうできてたものなんじゃないかとか、適当に作ったものなんじゃないかっていうふうに言われるんですけど、そんなことは全然なくて、やっぱ番組の尺上そうなってるっていうのが一つの側面と、もう一つは結局商品作るのに時間かかるのって工場のラインを抑えられないからですよ。工場のラインってもうすでに先に入っている予約があるじゃないですか。この間に入れるのってめちゃくちゃ難しいんですよ。先に僕の入れてくださいって言ったら切りないじゃないですか。でこれって優先順位ジャンプってなかなかできないんですけど、これをまあ番組の力を一つ借りさせていただいて、もうこんだけ売りますと、番組でこうやってバックアップしてくれるんでこんだけ売りますと。そしてもともと僕が仲良くしていただいていた工場とか関係者の経営者さんたちとお話しして、もうお願いしますって何回も何回もお願いして、もうその工場をね、 LINE を抑えてもらったりとか、あるいは夜間に人を使っていただいて、人を捻出していただいて夜間を工場を動かしてもらうっていうことで何回も施策を上げてもらってるんです。あの期間で普通だったら上げられる施策って1回か2回、だから皆さんの想像通りだと思うんです。じゃなくて僕らはそれをもう正直チートです、いろんなチートを使ったと思っていただいて、ここは大丈夫で、マジで何回も施策してこれが完成してます。なので実際にこの施策回数だけで言うと1年2年いやそこらじゃできる商品ではないっていうぐらいクオリティが高くできてるんですよ。もともと僕の頭の中にはイメージとか処方っていうのはあったけれども、やっぱこの試作をもうチートで何回もできたっていうのが、この商品があの短い期間で生まれたっていう秘話になります。どうしてもこういう話すると、まあ、大げさに聞こえちゃうかなと思って嫌なんだけど、もうあえて言うと、とにかくね、とにかく時間の尊さっていうのをみんな知ってるはずだし、でも知ってるようだけど思ってるよりももっと尊いってことを伝えたいし、この商品と一緒に届けたいんですよ。それをそもそも今この動画を見てくださってる方、僕らを知るような、まあ僕らを知るきっかけになる番組を見てる、それはもちろんノンタイトルもそうですし、ビジネス系のメディアとかもそうですけど、って方はやっぱ少なからず僕らと同じように時間に対してなんとなくもっと欲しいとか、時間の大切さを最低限は知ってる方が多いと思うんですよ。でバリバリに働いてる方も多いと思うんですよ。そしてその上で僕らと同じように正直何者でもない人多いと思ってるんですよ。何者でもないからこそ何者かになりたいっていう、同じように考えてる人多いと思ってるんですよ。てか絶対いるんですよ。ノンタイトル見てる人ってほぼ全員そうなんじゃないかってぐらい、その仮説を持ってるぐらい、ここの時間に対する価値観を共有できると思ってるんです。だからシャントリーボディを本当に使ってほしいんです。使って無駄な時間なくしましょうと、思考する時間なくしましょうと、もっと大事なことに思考したくないですかっていう、これを知ってほしい、届けたいんですよ。シャントリーボディの本当の価値そこにあるんですよ。まあ、そもそもだけど、これって一発で頭からバーって洗って、なんなら泡立ててもうシャワー浴びながらで、泡がさらに立つからちょっと浴びてもう下に一気に広げてって、ちょっと浴びて下に一気に広げてって、あとはバーって流すみたいな、この超スピード感を実感していただきたいんですけど、プラスでやっぱこのシャンプー、トリートメント、ボディーソープあると、ヘルベリの順番違うじゃないですか。例えばボディーソープだけなくなっちゃいましたとか、もうそれがローテーションしていくんで今度はこっちがなくなりましたってあるじゃないですか。そういうのも考えて、次ドラッグストアかどっかネットだかで買い忘れた、あない、何かを代用するみたいな、この時間すらももったいなくないですか皆さんっていう、
ここにそのまあ時間的に何分もったいないとかではなく、ストレス感じてませんかっていう、これ解決できるのって実はめちゃくちゃ幸福度上がりませんっていうのが僕が皆さんにお伝えしたことなんですよ。まあ僕というか僕らがですね。だからこれを一回時間に対する概念を知る、認知する、理解する、でそして自分の中で噛み砕くっていう作業をしたのであれば、絶対このシャントリーボディの良さが分かるっていう僕は信じてるんですよ。本当にちょっとなんです。ちょっとの時間が浮くとか、ちょっとのストレスがなくなるっていうことだけなんですが、ここに対して実はもっと皆さんが気づいてない価値ってあるんじゃないかなっていうのが、僕らが皆さんに本当の意味で届けたい価値、ベネフィットだと思っているので、シャントリーボディって香りがいいよねとか、そういう側だけをね今まで紹介してしまったんですが、ここをねぜひ本当にしてほしくて、そのために僕らは僕らの時間を捻出してめちゃくちゃ費やして、これを作ってるし、これをプロモーションしてるし、これの次の製品だったり会社を大きくするためのことをやってる、まあ皆さんと同じだと思ってるんですが、時間本当に大事って思ってる人はぜひこれを一回使ってみてほしいです。そしてですね、さらに僕、まあ、冒頭で言った皆さんの声をちゃんと聞いてるっていうのは、 YouTube のコメント欄も本当に全部見てるんですよ。だから僕アンチコメント結構返したりするじゃないですか。本当に全部見てるんですよ。あれはただアンチとやり合うのが楽しいからとかじゃなくて、やっぱ皆さんの意見ってアンチに対してはわーわー僕言ってるけど、あこういう捉え方あるんだとかっていうのはリアルに気づきがあったりとか、あこういう動画見たいんだとか、こういう個性を伝えられてなかったんだとかっていう、本当に日々勉強だなと思ってて、コメント欄全部見てるんですけど、当然にその分あの LINE に公式 LINE が全て問い合わせ先になってるんですが、商品に対する問い合わせとか、いい感想悪い感想とかっていうのも基本的にはほぼ目を通しているので、そこでいただいた感想でやっぱり一つポンプが欲しいという声ね結構多かったんですよ。なので今回ポンプ作らせていただきました。でこれの発売日はまた追って告知させていただくんですけれども、もうすぐすぐポンプは発売させていただきます。しかもそんな全然高くないです。もう安く、もうここで利益取ろうとかマジで思ってないので、今このシャントリーボディせっかく買ってくださってる方、よりよく使ってもらえるように、このおしゃれなデザインでね、ここの色と合わせてかっこよくないですか。これ作らせていただきました。なので割と安く皆さんのお手元に届けられるかなと思ってます。そしてあの定期便ご購入すでにされていらっしゃる方、してくださってる方に関してはもうこれプレゼントします。これはまあ僕らはもう当たり前にやっぱノンタイトルを知って、それでずっと応援してくださる方っていうのが誰よりも優先順位高いと思ってるんです。顧客に優先順位をつけるっていうのが、まあ、賛否両論あるかもしれないんですけど、やっぱりこれは大事なんですよ。僕らとしてはロイヤルカスタマーと言われるような、より応援してくださる方、よりご購入してくださってる方で僕らは成り立ってると思ってるので、そういった方にはもうどんどんサービスとかしていきたいっていうふうに思ってます。だから定期便をご購入してくださってる方にはこれはプレゼントします。でこのプレゼント今どういう風にするかわからないですけど、間に合えば次の皆さんのその定期をご購入されている方が次に届くお届け日でいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、お届けできなかったらその次になるか、もしかしたら別途郵送させていただくっていう形になるんですが、お手元に届くのでぜひ楽しみにしててください。でその後定期便を ご購入される方にも基本的にこれはセットで付けようかなと思ってます。ここちょっとまだ決定しないので曖昧なんですけど、定期便をご購入される方にはついてくると思っていただいて、基本的には大丈夫かなと、もし違かったらテロップ出しますっていう感じで、あの本当に、まあ、大きな声もそうですけど、些細な声にも僕らはマジで目を通してちゃんと耳を傾けてるつもりなので、もちろんねその言い返すとき言い返しますよ。で結構言われるの、スルーすればいいじゃんとか言われるんですけど、アンチに対してね、 YouTube のアンチに関して言われるんですけど、だけどそれを全部何でも全それこそね全否定したいわけじゃなく、うわグッて刺さることもあります。あ確かにそうだなって思うこともあります。だからそれに関してはちゃんと改善していきますし、まあ、ポンプもそうですけど、もっとねいろんなご意見いただいて実際に改善していくことあるので、そういうのもこと細かく僕らの姿勢としてお伝えできればと思ってます。まあ、最後にですが、あの実際にね来たご意見で、まあ、いろんな嬉しい感想あったんですけど、最近でやっぱ嬉しかったのは、結構ねファミリーで使ってくださってる方多くて、もともとビジネス番組からできたビジネスマンに向けて、さっき言ったように時間の尊さを知ってる人に向けてっていうのがビジネスマンだと思って、これはリリースしてそこに差しに行ったんですけど、それ以外で結構ファミリーでやっぱねお母さんが子供に使ってるっていうご意見感想めっちゃいただいてて、これね、まあ、もちろん想定はできたんですけど、ここまでいるのかと、日々家事育児に奮闘されてて、自分の時間がないっていうお母さんここまでいるのかっていうのが、僕結婚してないし一人暮らしして大変さなんとなくわかるけど、やっぱ母の親の大変さっていうのを理解できてなかったのを、なんか不思議、この商品を作ることによって
あ、お母さんってこんだけ大変でこれだけ自分の時間を作れてないんだと、で自分の時間作れるようになりましたって言って本当に感動するような DM とか結構いただくので、そこで、あ、この商品こんな方にも刺さってるんだ、そしてこんな方にも本当に多分5分10分とかの時間だけれども感動を与えられてるんだと思ったら、僕マジでやっててよかったなと思って、だからこういうコメントもめちゃめちゃ嬉しいですし、次の商品開発あるいはこれのブラッシュアップとか今後の経営活動、会社の活動にも生きていくので、ぜひねそういったコメントたくさんいただけると嬉しいです。今後とも本当に皆さんの声をちゃんと生かして、その上で僕らの表現したいものを表現する、皆さんとコミュニケーションを取りながらやっていければと思っているので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。そしてシャントリーボディを今後ともご購入よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。では長くなったんですが、車谷瀬名でした。